たくみくん？さ、昨日、職場の人に借りた雑誌に、ひなみざわ村って場所の紹介が載っててね。そこって、だいぶ昔に大災害があって、ずっと閉鎖されていたんだけど、最近、それが解除されたんだって。でね、恐ろしくて誰も近寄らないって言われてるんだけど、本当は自然がいっぱいで、静かな、いいところらしいの。景色も良くて、よくある観光地みたいに人の手が入ってないから、空気もとっても美味しいんだって。たくみくん、そういう人のいない自然の多い場所って、前から好きだって言ってたでしょ。来週私、連休がもらえるから、一緒に行ってみないかな。きっとすごくいい気分転換になると思うの。ダメかな。ごめんなさい。別に私、たくみくんが嫌なら。え？ここ出るらしいよ。もう焼けた。僕観光でここに来たものなんですけど、道に迷って、その、もしよろしければ、人里はどっちの方か教えていただけませんか？人里。
人里はどちらかと言われたら、私の歩いてきた方向が人里だね。不慣れなあんたでも、歩けば夜明けまでにはたどり着けるんじゃないか？え？もっとも、途中で道を間違えて、矢河内あたりに迷い込んじまうかもしれないけどね。よろしければ案内してもらえると嬉しいんですが。はっ、冗談お言いでないよ。私は自分の用事でここまで来てんだ。あんたの道案内をしにここまで来てるんじゃないよ。自分のことは自分でするんだね。村を出たいんならその目的に一生懸命になるといい。つまり一生懸命自分一人で道を探して一人で歩いて出て行けってことさ。あなたはどこへ行くんですか？この先にある古出神社に用がある。あの、サトシ。え？サトシ、七回。え、僕はアキラですけど。アキラ？あ、はい。乙部、アキラです。なんだ、違うのかい。にしても驚いたね。あんた、私の昔の友人に瓜二つだよ。他人の空似とはよく言ったもんだね。そうなんですか。別人とはいえ、久しぶりに来た村でこんな懐かしい顔に出会えるなんてね。てっきり幽霊かと思って自分の目を疑っちまったよ。はあ。それにしてもこの幽霊村で人に出会うこと自体珍しいってのに、よりにもよって私がサトシニのやつと。こりゃ一体何の偶然なんだかね。あの、まあいい。これも何かの縁だ。お前さんが朝まで雨を浴びていたいって言うんじゃなきゃ。一緒に来るかい？いいも悪いも、私は来るかいって言ってんだ。質問を質問で返すんじゃないよ。あとはあんたの意思次第じゃないかい？あ、ぜひ、ご一緒させてください。昔のままなら集会所には毛布があったはずだからね。そのびしょ濡れの上着はそこで乾かした方がいい。もっともあれから20年以上も経ってるから、屋根が抜けて畳が腐っている可能性もあるけどね。あの、あなたはこの村の人だったんですか？ああ、そうか。自己紹介がまだだったね。私は、
ミオン。園崎ミオン。いかにもこの村の住人だよ。